ロカス・ジリンスカスは、リトアニアのジャーナリスト及び政治家だった。彼は2008年にセーマスに選出され、死ぬまでリトアニア議会の議員だった。彼は、同性愛者出ることを公然とした、同性愛者の初の議員だった。ロカス・ジリンスカスは、水泳のコーチと幼稚園の先生の家族で生まれた。学校にいる間、ロカスは、地理学、後に、 政治学と政治学に興味を持つようになった。彼は、ビリニュース大学でジャーナリズムを学んだ。リトアニア議会に選出される前、ロカス・ジリンスカスは有名なリトアニアのジャーナリストで、編集者であり、1993年から1998年まで、LRT、LT ニュースサービスで、1998年から2008年まで、LNK テレビで、TV ニュースの司会者だった。 議会選挙の1年後の2009年、ジリンスカスは彼が同性愛者であると公然と宣言し、リトアニアで最初に選出された LGBT の政治家になった。しかし、同性婚や養子縁組など同性愛者の権利に不満を表明したが、長い間反対されていたにもかかわらず、予期せず、ビリニュースでの最初の同性愛パレードに参加することを決定したジリンスカスは、 アルコールの影響下にあった時に警官を罵り、彼の公共のイメージを傷つけた。2011年、セイマスで酔っ払っていたとされるジリンスカスは、キリスト教徒等から追放された。2012年に、彼は、保守的な祖国同盟メンバーになり、その年と2016年にセイマスに再選された。活発なパフォーマンスと解放性により、 m p ロカスジリンスカスはリトアニアの政治分野における特別な例となった。彼は彼の中毒の問題、回復への道について公然と話し、同様の問題や経験を持つ他の人々を自発的に助けた。彼は教育、依存症の予防、治療、リハビリテーションに貢献することにより、依存症の害と依存症を引き起こす企業の可能性の バランスを取り、それを平準化するよう努めた。個人的に彼自身のワーキンググループを引き、大統領府とリトアニア政府の下のグループに貢献して、依存症を引き起こす産業と企業と社会との関係における社会的責任モデルを開発し、導入した。ジリンスカスは2017年5月に入院した。2017年6月6日、ジリンスカスは、 ビリニュス大学のサンタロスクリニックで44歳の時に HIV の合併症により肺炎で亡くなった。彼はビリニュスのアンタカルニス墓地に埋葬された。ありがとうございます。